はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。今日は10月の21日土曜日でございますね。今10時40分でございまして、今日はちょっと温度が高いのかなと思ったらそうでもないですね。千代田区20度、この部屋は25度ぐらいですか。はい、行きましょう。産経新聞でございます。これは昨日の19時34分に出た記事ですね。処理水で嫌がらせ電話、今も毎日1万5000件、在中国日本大使館に、垂水大使、相手を理性的に直しようと。よくわかりませんけどね。日本と中国の有識者らが両国家の課題などについて話し合う民間対話東京北京フォーラムが20日、北京で閉幕した。日本の垂水秀夫駐中国大使が同日の会議で挨拶し、日中関係について等身大の相手の姿を理性を持って直視し、そこから虚心坦懐に学ぼうとする姿勢が強く求められていると訴えた。垂水氏は、現下の日中関係に目をやれば決して楽観できるものではないと指摘。東京電力福島第一原発処理水の海洋放出をめぐり、中国から日本に嫌がらせ電話が相次いだことに触れ、在中国日本大使館に今でも毎日約1万5000件の嫌がらせ電話がかかってきていることを明らかにした。しかしね、まだやってるんですね。すごい迷惑ですね。1万5千件というのはね、そのね、いくら中国が大きい国でもね、組織的にやらなできない数だと思いますよ。でもその処理水の話がもう終わってるわけでしょ。で、もういや、向こうのメディアにどれだけ出てるのか知りませんけどね、もう半分以上終わった話でしょ。それでまだやってくるということは、組織的に何かが動いているということであって、向こうのですね、国でですね、組織的に動くことについてですね、共産党が感知していないものはないはずなんですよ。いやー、しかしなんともいやらしい国ですね、ほんまに。もう断交したらいいのにと思うんですけどね。中国の呉江国駐日大使はビデオメッセージを寄せ、日中関係について対立や食い違いを適切に管理処理しなければならないとかの考えを示した。処理水放出については責任ある態度で問題を処理し、中国と国際社会の懸念に応えるように求めると釘を刺した。あんたとこだけやん、うじゃうじゃ言うてんのは。ほんまに。フォーラムは20日に共同宣言をまとめた。今月23日に発行から45年を迎える日中平和友好条約に関し、実効強化のために条約を補強し、常設対話のシステムを設置することや原子力の平和利用に関する定期協議の開始を求めた。日中経済について企業に必要以上のリスクを求めるのではなく、企業活動の自主性の尊重や規制の予見可能性を高めることは協力の前提だと強調した。まあ、いいか、うにゃうにゃ続きますけど、この辺にしましょう。しかし、なんとも呆れた国ですね、ほんまに。要はね、理性的な話し合いができない相手なわけですね。で、福島の処理水がですね、何ら懸念に値しないということはですね、中国以外のほぼ全ての国はですね、その理解をしているわけなんですよ。で、これはですね、明らかな言いがかりであると彼らも分かっているのにやってるわけですね。もうただのね、こう性格悪い人の嫌がらせ以外の何者でもないですよ、これね。それをですね、分かっていても続けているって何なのその神経はと。そんな連中ですね、普通にお付き合いできないでしょ、考えたら。人間やったらお付き合いをしませんよね。いくら金持ちであろうが力持ってようが、私そんな人と付き合いたくないですよ。全くそのね、その人と付き合わざるを得ない、という立場であれや話は別ですけど、別に日本はね、中国とね、お付き合いやめてもね、別にどうってことないわけですよ。まあ、どうってことあるか。ありますけどね、別にね、生きていけないほどではないわけですよ。
いろいろですね、めんどくさいことにはなるかもわかりませんけどもですね、そういう相手とね、無理をしてまでね、こう有効や有効やという必要は何もないわけなんですね。もうだからですね、できるだけこう関係を薄めるというのがですね、賢明な対応だと思います。まだ10万人いるんですよ。毎回言いますけども、アホちゃうかと思うんですよ。その10万人はどういう心境で毎日送ってるんでしょうね。ある日突然逮捕されるかもしれないわけですよ。そんな万分の1やとか言うてるのかもしれませんけど、万分の1であってもね、可能性あるわけですよ。で、容疑なんか何でもいいわけですよ。こいつと思ったら逮捕されるわけですよ。法治国家ちゃいますからね。なんで、でですね、台湾で何か起こればですね、その10万人は人質にされるわけですよ。なんでそんなところに行ってるんでしょうかね。いや、ようわからんなと。まあそのね、もうまさに本当にここまで来てるわけでして、中国はどんな国かっていうのは、あの普通にメディアを読んでいればわかるはずなんですよ。それがですね、で分かる、理解できるはずやのににもかかわらず中国と取引をして、それ人を置いてる、あのアセットを持っていく、もうこれまさに自業自得でですね、変な話ね、台湾ってね、早ければ来年に起こりますからね。あの来年1月に台湾の総統選挙があって、それで頼清徳さんという民進党の方が総統に選ばれたらですね、もう中国は待ったなしでいつ来てもおかしくはないんです。でその戦いになるかどうか分かりませんよ。でもですね、こうどういう形にせよですね、何かをやらかすことは間違いないんですよね。最近の中国のですね、空軍機か海軍機か知りませんけど、軍の飛行機とですね、アメリカやカナダの飛行機がですね、5メートルまで接近したなんて話、この後でやりますけど、もうやる気満々なんですよ、中国軍は。だから一触即発と言ってもいいような状態にあるわけでしてですね、なんでそんな皆さん、その、こう、のんべんだられる10万人もまだそこにいるんでしょうね。いや、台湾なんか起こったらね、で、アメリカが介入することになったらね、日本はアメリカ側につかざるを得ないんですよ。となったら、日本は中国の敵でしょう。日本にいる中国人がね、何かこうそれによって被害を受けるということはないかもわかりませんけど、中国にいる日本人は何が起こるって、どうされるか分かりませんよ、はっきり言って。法治国家違うんですよ。そこのところね、日本人は分かってない人多いんちゃうんかなと。僕らは生まれた時から法治国家にいるわけですよ。で、警察が機能してるわけですよ。警察というものはですね、一般人、国民の生命財産を守るために働いてくれてるわけですよ。そういう国で生まれ育ってるわけでして、中国の警察というのはね、そのためにやるんちゃうんですよ。中国共産党を守るためにやるわけであってですね、一般人の生命財産を守るって3の次ぐらいなんですよ、目的は。で、必要であればですね、捕まえたいと思う人を捕まえるのがですね、向こうの警察であって、そのあたりいまいちですね、多くの日本人は誤解をしているような気がします。そういう国なんですよ。だからね、いくら経済力があるから金が儲かるからといってですね、必要以上の関係を構築するというのはよくないしですね、その向こうに人がこう5つにいなければいけないようなビジネスはですね、なるべく避けるべきであってですね、ものすごいリスクが高いわけですね。アセットを置いておけばですね、多分もう持ってかれないんですよ。そんな分かってるやん、何十年も前から。それをね、また続けてる日本人がいるということ自体ね、私は信じられへん、ほんまに。はい、もう本当に自業自得です。もうちょっとしたらですね、アメリカあたりがですね、アメリカ人に退避勧告出すんちゃうんですかね。中国国内にいるそのアメリカ人、ですね、カナダ人あたりはですね、もうこう出してる、カナダの政府あたりも出してるかもしれませんね。なんでですね、でお金もね、お金というか資本もどんどん流出してるんですね、中国から、ね、もう末期症状と言ってもいいかもわかりません。早く帰ってきてもらわないと帰ってこれなくなりますよと、まあ、そういう世界です。
はい、ということでこの産経新聞のですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。